ジョン・マークスは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー市出身の元男子プロテニス選手。1978年の全豪オープン男子シングルス準優勝者。シングルス自己最高ランキングは63位。ATP ツアーでシングルス優勝はなかったが、ダブルスで7勝を挙げ、マーク・エドモンドソンと組んで多くの好成績を出した。1975年に、 プロ入りし、同年末のシドニーアウトドア大会でシングルス準優勝、ダブルス優勝を記録する。この大会でペアを組んだマーク・エドモンドソンがマークスにとって最も重要なパートナーになった。1977年にマークスは男子ツアーのダブルスで年間3勝を挙げたが、パートナーはそれぞれ違う選手と組んだ。この年に全豪オープンは開催時期の変更を行い、 年頭の1月開催大会と年末の12月開催大会の2度実施される。そのため、マークスが男子シングルスで準優勝した1978年、全豪オープンは12月の年末開催に移行した。1978年度のテニス4大大会、開催順序は、全仏オープン、ウィンブルドン、全米オープン、全豪オープンの順番になる。これが現在とは異なる点であり、 注意を要する。全豪オープン準優勝があった1978年は彼がダブルス選手として最も好調だった年でもある。ジョン・マークスとマーク・エドモンドソンは全仏オープンとウィンブルドンの男子ダブルスで連続ベスト8に入った後、全米オープンで男子ダブルスのベスト4に入った。準々決勝でジョン・マッケンローピーター・フレミング組を破った二人は、 準決勝で、マーティー・リーセンシャーウッド・スチュワート組に3から6、4から6で敗れた。これが、マークスの4大大会ダブルス自己最高成績である。年末開催に移行した全豪オープンで、マークスは1回戦で、第2シードのホセルイス・クラークと当たった。第1セットを7から6で奪ったクラークが途中、棄権したため、マークスが勝者となり、ここから波に乗って、 決勝戦に勝ち進む。準決勝のアーサー・アッシュ戦では、シングルスでは、無名の副兵だったマークスが、第3シードの黒人選手に6から4、6から2、2から6、1から6、9から7の勝利を収めた。決勝戦では、第1シードのギレルモビラスに4から6、4から6、6から3、3から6で敗れ、2年前のエドモンドソン以来となる。 ノーシード選手としての全豪優勝を逃した。1979年、マークスはエドモンドソンと組んで、ダブルス年間2勝を獲得したが、この年を最後にエドモンドソンと離れた。4大大会シングルスでは、すべて1回戦敗退に終わり、全豪オープン1回戦で、フィルデントに3から6、2から6、2から6で敗れた試合が、彼の最後のグランドスラム出場になる。 マークスの選手経歴は短期間で終わり、全豪準優勝から2年後の1980年に28歳で現役を引退した。生涯通算成績もシングルスは27勝74敗と少なく、全豪オープン以外の4大大会成績は1978年、全仏オープンと1978年ウィンブルドンの2回戦、止まりであった。ありがとうございます。